加茂市の高校では看護師を目指す生徒にナースキャップを与える待望式が行われました。ウイルス化に見舞われてきた生徒たちは今後の病院実習に向け気持ちを新たにしていました。加茂市の加茂行政高校では5年一貫教育で看護師を養成しています。今日は初めての病院実習に臨む3年生37人に職業意識を高めてもらおうと看護師の象徴であるナースキャップが授与されました。全員で誓いの言葉を述べた生徒たち。おととし入学して間もなく県内に緊急事態宣言が発令。臨時休校を経て授業はリモートとなり、実習も一部変更になるなど、ウイルス化に見舞われながらこの日を迎えました。ナイチンゲール像から火をもらった時に、ああ自分は看護師になるんだなっていう意思がなんかより高まったというか、私たちがマスクをしているので患者様には私たちの表情は分かりづらいと思うので、だからこそ寄り添えるような実習にしていきたいと思います。生徒たちは来週から病院で患者を受け持つ実習に初めて取り組みます。